はい、今回の動画はいきなりこんな暗闇を走ってるんだけど、ちょっとね、仕事帰りにまっすぐ家に帰るのもつまんないんで、まあ、ちょっと走ってみようかなと思って、まあ、昼間は今日もね、すげえ暖かかったんだけど、やっぱり夜は寒いね。この間さ、うちのチャンネルのコミュニティっていうところでね、アンケートしたんですよ。うちの視聴者さんがね、一体どれぐらいの人がバイクに乗ってて、どれぐらいの人がバイクに興味ないのかなと思ってね、でアンケート取ったらね、意外にも、私ちょっとね、思ってたのと違ったね。バイクにね、乗ってる人と、あと昔乗ってたよっていう人でね、ほとんど7割ぐらいがね、いわゆるバイク人っていうんですかね、はい、バイクにゆかりのある人が約7割で、乗ったことないとかね、まあ、この先も乗る予定もないよっていう人が3割でしたね。私てっきりね、あの北の国からの動画をやり始めた時に登録者さんがこう一気にドガーンと増えたんで、多分ね、北の国からの関連でね、来てる人がもう半分以上なんだべなと思ったんだけど、これ意外でしたね。バイクにね、ゆかりのある人が7割だったっていう結果でした。そんなんもあってね、ちょっとね、バイクの話してみようかと思うんですけど、皆さん、おだみちゃんって知ってます？おだみちゃん。うん。おだみバイクチャンネルっていうのをね、やってるんですけど、まあ、YouTube やってたり、まあ、インフルエンサーっていうんですかね。うん。SNS とかの活動もいろいろやっててね。で、バイク用品店に勤めてる女の子で、で結構あちこちね、こうメディアとか、あとはいろいろね、イベントでもね、活躍してた方なんですけど、残念ながらね、実家に帰っちゃうんですって。うん。山梨からね、関東圏に来て、で、バイク用品店でね、勤めながらいろんな活動してたんですけどね、田舎に帰りますみたいな動画をね、アップしてました。いや、残念だなと思ってね。私バイク女子みたいな人ね、あんまり詳しくないんですよ。アポロジックのアポロ祭り行った時もね、本部初子さんという方がね、来てたんですけど、私全然ごめんなさい、知らなかったんでね、顔見てもどれが本人かよく分かんなかったんですけどね。で、このね、おだみちゃんだけはね、僕ね、ちょっと縁があって、とあるところでね、お会いしまして、でその時にね、いや、なんかこの子見たことあるなと思って、ヘルメット見たらね、思い出したんですよ。多分おだみちゃんだなと思って、すいません、おだみちゃんですかって言ったっけ、そうですって言われてね、ビンゴでした。その後ね、おだみちゃんがね、お腹空いたんでご飯食べませんかみたいな話でね、で2人して山奥屋行ってね、ラーメンずるずる食ったんだよね。その時俺ね、 GoPro 持っててなかったからさ、動画は残ってないんだけど、おだみちゃんって言ったら今 YouTube 4万人ぐらい登録者いるんじゃない？すごいよね。やっぱバイク女子っていうのはあれだね、男性社会の中において絶大な力を誇りますね。でね、そのね、山岡でラーメン食った後もね、いろんな話したんだけど、おだみちゃんね、めちゃくちゃ真面目、仕事に対する情熱とかね、こうバイクを通じてこう社会に貢献するっていうかね、なんて言うんだろう、ちょっとね、若いのにびっくりするぐらいのね、真面目な女の子でしたよ。本当に新しいこともね、いろいろ挑戦して、あの二輪館の溝の口でもアポロジックさん呼んだでしょ。あれもね、おだみちゃんあってのね、イベントだったと思いますからね。うん、すんげえパワーだなと思って、なかなかね、ああいう仕事にね、情熱を持ってこう全力で向かっていくっていうね、若い人はね、最近あんまり見たことない気がするな。で、またね、びっくりするぐらいバイクのこと詳しいんだ。バイクの車種なんかはね、もう何でもわかるし、もうエンジン音だけでもね、あ、なんとか通ったとかね、もう何でも当てちゃうんだよね。俺ほんとね、たまげたわ。メカのこととかも詳しいしね。ラチェットのさ、コマのサイズとかあるでしょ？あれね、普通に CV1 がとか言ってましたからね。CV1 とかいう女の子初めて聞いたわ、俺。そのおだみちゃんがね、田舎に帰らなきゃいけないっていうことでね、仕事を辞めたってことで。まあでも関東圏に来てすごい大活躍したんでね、思い出もいっぱいできたんじゃないですかね。若いうちからね、いろんな経験ができるっていうのはね、本当にいいことだと思います。まずはね、一旦田舎に帰って少しゆっくりね、体休めて、また YouTube なり SNS なりね、いっぱい活躍してくれると信じてますんでね、私もね、応援してますよ。あとね、もう一個バイクの話、皆さん、バイク用品のデイトナって
知ってますよね、うん、バイク乗ってる人ならね、デイトナって名前は必ず聞いたことあると思うんだけど、そのねデイトナさんがやってる、YouTube チャンネルがあるんですよ。デイトナライドアバイクブンブンってやつね、うん、見てる人いるかな。このねデイトナライドアバイクはね、なんともこうゆるいチャンネルでね、私なんか好きなんだな、あの空気感が。そのねチャンネルを仕切ってるのがイッキメンさんっていう方でね、こうバイク初心者なんだけどバイクチャンネルをねの運営を任されてるっていうね、なかなかの人選だなと思うんですけど、でもあのバイク初心者だからこそのね質問とかが出てくるんで、そういう方がね見るにはねすごいためになるんじゃないかなと思いますね。そのチャンネルの中でデイトナのね製品のいろいろこうねディテールとかね、こうやって取り付けるんですよとかね、そういう動画もやってんだけど、でその中でねバイクでレディオだったかな、うん、そういうコーナーがあって、 YouTube チャンネルなんだけど、あのラジオっぽい感じでね、イケメンさんとね山ちゃんっていうね、うん、山本さんっていうね2人でねこう掛け合いでダラ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 なんかいろいろ喋るっていうね、うん、1時間半ぐらい喋ってんだよ YouTube で長すぎだっていうんだけどね、うん、またそれがね緩い感じでね、で出てくる話題も俺のこうね金銭に響くようなところをねうまく続いてくるからね、なんか癖になって聞いてしまうんだよね。あのイケメンさんはね私、今年の東京モーターサイクルショーでねお会いしました。まあモーターサイクルショーに行くね理由のね半分以上がねイケメンさんに会いたいから行ったっていうのがあるんだけどね、私のねモタサイの動画の中でもイケメンさんがねあの3秒ぐらい出てきますからそれも見てみてください。あとね一緒にやってるね山本さん、うん、山ちゃん、この山ちゃんもね私札幌で実は会ったことがあってですね、まあほんとねいろいろ詳しいんですよ。ノーラン X ライトのねヘルメットもうプロフェッショナルですしね、あとアパレル系もねデザイン設計とかねこうやってるんでめちゃめちゃ当然詳しいし、まあなんだってねイケメンなんだよね、自らこうカタログに出ちゃってるぐらいのイケメンさんですからね。そのね山本さんとイケメンさんがやってるデイトナライドアバイク、これもちょっとねライダーさんにはねぜひ見てほしいなと思うんだよね。バイクの話してるなと思ったらね、まあ話が脱線するんだ。ガンダムの話とかね、私のね大好きなミシェルガンエレファントの話とかね、とにかくね動画の時間がねアホみたいに長いので、じーっと見てたらねあの他のこと何にも進みません。家帰ってきてね飯も作らんきゃいけない、もう掃除も洗濯もしなきゃって時にね一回見始めたらね何もできなくなるんだよね。だからね画面見る必要ないからね、いつもちょっとボリュームを大きくしてね、うん、それで家のことパタパタやりながらいつも聞いてんだけどさ、そこに私もねなんかこういろいろお題が出るので、あのそれこそあのラジオ番組みたいにね私もそこにちょこちょこと投稿してね、で読んでもらったりしてんですよ。昔で言うところのオールナイトニッポンだったらハガキ職人みたいな感じだよね。今だったらあれだわ、ちょこちょこっとねお題に対して書いたらねもう 100% 読んでもらえるよ。俺も昔そうだったけどさ、 YouTube の中で名前呼ばれるとかってさ、なんかすげえちょっとテンション上がるでしょ。それをね体験したい方はねぜひデイトナライドアバイク YouTube チャンネルで見てみてください。いやー夜ほんと寒いわ。今あのフルメッシュのジャケット着てんだけどさ、朝会社行く時とかはちょうどいいんだ。夜ねバイクで走って帰るって言ったらほんと寒いからね、うん、メッシュだけだと死んでしまうからね。これからねバイクデビューしてメッシュジャケット夏用に買おうかなと思ってる人はね、必ずあの防風のインナーか、それかねあの少し綿の入ったようなねインナー、あの折りたたんでちっちゃくするようなやつね、あれね絶対買わないとね凍え死にますからね。私が一番重宝してるのはもう何年も使ってるユニクロのウルトラライトダウンだね、うん、これ畳めばちっちゃくなるしさ、これねくるくるっと丸めてバッグに入れてんだけど、夜はねこういうのを中に1枚切れば暖かく走れますからね。そんな感じでね伊勢崎まで無事帰ってきましたが、このあとトライアル行ってトイレットペーパー買って帰るかな。ガレージアバルト夜の雑談会でございました。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、またね。